に行くんですか？間違えるわけないです。みんなこっちに行ってます。やっと遅刻しないで行けるのに。一緒に行きましょう。しないです。岡崎さんが行かないなら私もここで待ちます。構わないです。今なら何とか間に合います。はい、しましたか、岡崎さん。あの方、お友達ですか？当然、このままじゃ済ませられないからね。行くぞ、ドベンザだ。
そりゃまともにやり合ったらな。別に真剣勝負をしようってわけじゃない。頭を使えば勝てる方法なんていくらだって浮かぶもんだぜ。まあ聞いてくれよ。いい作戦があるんだ。話しながら行こうじゃないか。聞いてくれよ。いい作戦があるんだ。話しながら行こうじゃないか。その作戦とは心理作戦だ。難しくねえよ。ちゃんと聞け岡崎。そもそもあいつがどうして真面目ぶってるのか、それを考えたんだ。男だ。あいつも女の端くれだ。あの年になればそりゃ異性に興味を持ち始めるだろうさ。つまりあいつはこの学校に素敵な彼氏を探しに来たってわけだ。やっぱ頭が良くて将来性のあるやつがいいんだろう。だから異性を意識しまくってるはずだ。そこが弱点。というわけだな。色仕掛けさ。僕が友よをうまくおだててその気にさせる。これでもうあいつは骨抜き状態、戦闘不能ってわけだ。
でだよ。いい作戦じゃんか。いや、そういうわけにはいかないんだな。ここでお前の出番なんだよ。お前あいつと親しげじゃないか。だったらレクチャーしてくれよ。どう口説いたら智代が骨抜きになるかさ。頼む。うまくやってくれよ。マジで。なんだ、またお前か。もういいだろ。いや、今日は違う。お前の見方が変わったんだ。どういう意味だ。その頭につけてるの似合うな。そうか、ありがとう。その制服も似合うよな。そうか、ありがとう。というか、気持ち悪いぞ、お前。数字だよ、そりゃ。
だろ。どうした？いや、こっちの話。トモヨってこんなに美人だからモテるんだろうな。何なんだ、さっきから一体。素直に褒めてくれてるのか、それともけなされているのか、わからないぞ。スクワットしてる時点で不自然だろ。マジかよ。何がだ。こっちの話。なんだか僕、無性に彼女を募集中っす。で、このセリフもなんだかおかしいだろ。文として変だっただろ、今のは。のかよ。用がないなら戻るぞ。よし。引くわ。おかしな奴らだな。ああ、それを待ってたんだよ。
これから毎朝僕の朝食を作ってください。ってこのポーズに意味なんてあるのか。ないならやらせるな。なんだやっぱりからかってたのか。バレたら仕方がねえ。設定必勝。返されたら止めどころが分からなくなってしまった。ねえあなた、私か。そう、あなたは部活入ってる？いや、入っていないが。やった！じゃあ柔道しましょう。ね！あなたがいたら全国が見えるかも。なんて逸材なの。入らない。そんな、待ってよ。入らないって言っている。すぐにとは言わないから。くどいぞ。なりやがって。ああいうの天狗って言うんだよ。次会った時には覚えておけよ。くれるでしょうか。
ね。100人もいるんですから。すればいいものなんでしょうか。岡崎さん？
岡崎さん？はい。出たの？ひょっとしてこれ？疲れてる？何？それ笑うとこ？笑えって言ったり、笑うなって怒ったり、めんどね。おや、おかえり。ご挨拶だね。まるで僕が教室にいちゃいけないみたいじゃないか。無駄に二酸化炭素増やすだけでしょ。酸素吐く分雑草の方がマシよ。言うこときつすぎっす。ていうか藤林、今日なんでいんの？何よ、私がここにいちゃいけないっての？あ、そういうわけじゃないけど、もう予礼もなったし、自分のクラスに戻った方がよろしいかと。
まだでしょ。耳っちいこと言ってると人としての器が知れるわよ。僕ミミッチーですか。ミジンコ並みじゃない。プランクトン。え、あれってって返事しちゃったよ。あそこは院長の席あたりだね。あれね、占いよ。それにしても相変わらずの人気ね。寮の占い、ひょっとしてあの人だかりの中心って院長？しないように見えても何かしら特技を持っているものなんだね。何するんすか。妹の悪口は許さないわよ。だよ。リタイツ！あんた原告の成績最悪でしょ。なんでお前が知ってるんだよ。プライベートはないんすか。まったくよね。で、あんたらおかしいよ。あ、そうだね、ヘタレ。誰がヘタレだ。お前のことかもしれないだろ。違うわよ、あんたのことよ。そうですか。で、何でしょう。試しに寮に占ってもらえば。
僕が？あ、別にトモヤでもいいわよ。そうだな、ちょっと興味もあるから受けてみてもいいかな。ていうか、どんな占いができるわけ？恋占いだろうと、探し物だろうと、何でもバッチリよ。恋の探し物ってのもあり？問題なッシングよ。やべ、どうしよう岡崎、僕の未来眩しそうだ。面白いわよ。ほら、お前らどけ。それでもすごいのが量なのよ。あ、帰ってきたわよ。ああ、もう最高だぜ。これまでの辛い生活に終止符が打たれるでしょう。恋の始まりが新しい生活の始まり。これから出会う異性とは運命の赤い糸で結ばれています。だってさ、僕のこれからはバラ色だね。
どうしたのさ。頑張ってね。きっと未来は自分の手で変えることができるから。なんかよくわからないけど、サンキュー。あと、諦めって肝心だから。あ、なんか言った？ううん、気にしないで。あ、そうだ、僕トイレに行くけど、岡崎も来る？釣れないな。釣れションは友情の証だろ。それもそうだね。じゃあ一人で行ってくるよ。すぐにわかるわよ。恋の始まりが新しい生活の始まりね。全くもってそうね。どうもこうもない。さっき廊下で女の子とぶつかったんだ。最悪ね。違う、角で出会い頭だったんだよ。それってすごく運命的だと思わない？登校中トースト加えて走る転校生にぶつかるのと同じくらいさ。
結局何が言いたいわけ？可愛かったんだ。だから運命だよ。赤い糸、ニューライフ。わかんないわよ。お前の妹の占い、きっと運命の赤い糸の主だと思ったんだよ。だから口説いたんだ。どうやってよ。いきなり抱きついてみた。そしたらいきなり叫ぶんだぜ、泣きながらさ。そこに この教室に金髪の野郎が逃げてこなかったか？人の彼女に突然不埒なことをした不届き者だ。ごまかしてくれ。どこか、こら終わったら鬼か。ちょっと便所まで面貸せ。死んじゃうのも、ある意味終止符よね。岡崎、
聞こえないのか、岡崎。野原はどこだ？探して連れてきてくれないか？お前だ、岡崎。お前なら見当がつくんじゃないのかと思ってだよ。そうか。ならお前を代わりに呼ぶことになるぞ。もちろん職員室だよ。岡崎、お前は自分の遅刻の数を知ってるのか？というのを50歩100歩と言うんだぞ。とにかく角原がいないんだったら順番としてはお前になるんだよ。岡崎、今からじゃないぞ。授業が終わってからだぞ。
して。もう痛くないです。治りました。これは念のためです。
岡崎か。そんなところで何してる？授業中にか。本当かどうか後で担任に聞いておくぞ。してませんから。ちゃんと舐めました。止まりました。
ったとしても、あなたには関係ないと思います。フーコがそうしたいんです。放っておいてください。はい、伊吹フーコです。おかしいですか？それでは。おい、助けてくれないか？柔道部に入りましょう。男子柔道部主将の私からもお願いする。こいつらしつこいんだ。
坂上さん、別の場所に行こう。やるときはやるんだな。相手は柔道部の主将だったんだぞ。そうか、忘れていた。なるな。ん？何をだ？さらだな。休み時間だって合ってるじゃないか。お前は二人が付き合っているように思われてると言いたいんだな。迷惑か？私もいない。
はさ、関係ないだろ。どうしてそんな突き放した風に言うんだ。やっぱりお前が嫌なんだな。じゃあ戻って撤回してくる。私もそう思うぞ。いちいち気にしてたら疲れるだけだからな。気が合うな。だろ。なんだ、そうなのか。帰るんだとばかり思っていた。要はなんだ。言わなくてもいい。たださっきの奴らもお前がいなくなった途端また現れるかもしれないからな。時間を合わせて一緒に帰りたいと思っただけだ。さっきのようにかっこよく守ってくれたら助かる。毎日のように休み時間は来てるじゃないか。同じことだろ。自分で振り払うとしよう。あのバカか？
マナだけだったんだな。自分で言うほど悪いやつじゃないんじゃないのか。そうだな。じゃあ私は帰る。うん、もういい。走って帰る。今日は助かった。ために集まるのってワクワクします。しないですか？何一つ知らないです。みんなで演技するのって。
私、小さい頃から学芸会とかそういうのことごとく欠席しちゃって。だから絶対演劇部に入ろうってそう思ってたんです。3年間演劇頑張ろうって。Thank you.
いことだと思います。一緒に頑張ってみませんか。Thank you.
キネの。だけです。すみません。いえ、赤くなってるだけで血は出てないです。大丈夫です。人助け？感心だね。なんかおごらせようよ。チャンスじゃん。起こしてやったんだろ。ジュースぐらいならいいですけど。レッキー、何がいいですか？お茶でいいですか？透明色のコーク、あれ面白おいしいんだよね。はい、わかりました。いりますか？わかりました。岡崎さん、なんであの子お前の名前知ってるの？
サンキュと言います。岡崎さんにはいつもお世話になってます。岡崎さんのお友達の方ですよね。私、その、演劇部を作ろうと思いまして、それで手伝ってもらってます。でも、岡崎さんは部員ではないです。私だけです。私、部長なんです。昨日放課後見ないと思ったらこれね。しかも演劇部ね。また部活なんて忌まわしいものに興味を持つなんて驚いたよ。お前部活してる連中なんて吐き気がするほど嫌いだと思ってたんだけど。最初に僕らが意気投合したところじゃん。そんな怖い顔すんなって。とりあえず炭酸で腹も膨れたし、僕は寮に戻るかな。
けしたいです。また学校生活に希望を持てるように。私のように。